1月28日火曜日、19時30分を回りました。マジカル放送局、チューチューチューズでスタートです。2020年令和2年ですね、もう1月も終わろうとしております。ね、もうね、年が明けて1ヶ月経ちましたですけれども、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。私は実家でですね、ゆったりとした、お正月を過ごさせていただいておりました。はい、ね、今年もですね、またあの亀岡俊幸さんのですね、明日は晴れるさの曲をオープニングとして、私ひまわりがカバーさせていただいているので、スタートさせていただこうと思っておりますので、今年もまたよろしくお願いいたします。はい、それではこの番組は株式会社マジカルクリエイトサービスの提供でお送りします。でですね、今日ね、また今日の一曲をね、かけさせていただこうと思うんですけれども、はい、今日はですね、ついこの間ですね、1月18日に、ちょっと、ライブの方ね、出演させていただきまして、それがですね、坂本昌司さん、ね、坂本昌司さんという方なんですけれども、さだまさしさんのね、ツアーギタリストさん、でね、17年間もね、さださんとツアーを回っていた、方の、金河新年のね、初ライブに、参加させて歌わさせていただける機会をいただきまして、はい、本当にありがたいなということだったんですけれども、それでですね、このね、私阪神淡路大震災ね、この間25年前のね、大震災ありましたけれども、この坂本昌司さんはですね、東北の、震災の復興応援ソングっていうのを作られましてですね、その曲を私も去年の暮れにね、聴かせていただいた時に、すごいいい曲だなということで、初めてこの坂本昌司さんが作られた、作詞作曲された曲、この曲を、聴いて、いやー、もう感銘したわけなんですけれども、それをね、私が私の通ってるね、村長ミュージックスタジオさんでね、レコーディングとかをされたということで、私も、歌わさせていただきましてですね、ちょっとそちらを、今日はすごくいい曲なんで聴いていただきたいと思います。坂本昌司さんの曲で、この街で生きていく。誰でも生きる道で迷うことがあるよね。立ち止まる、泣き明かした夜も、人は弱いものだと全て諦めてたね。けれど弱い力だって、ほら誰かを救えた。道をこの街と生きてゆく。
きてゆく未来へ続く道を届けしたのは坂本昌司さん作詞作曲の、曲カバーさせてもらったこの街で生きていくでした。はい、本当にね、一人でも生きていく、あなたと生きていく、みんなで生きていくって言ってね、もう本当にこの曲聴いてると元気と勇気が湧いてくる曲だなと思っております。